恐竜、微作動物です。妖精のオブジェクトは関連する種に類似した形状をしていますが成熟すると古着を着ている雨風にさらされてやつれた男性のような姿に変化します船が近づいてきた際にオブジェクトは遭難者のような言動をとって注意を引きその船に乗せてもらおうとします水から引き上げられて乗船したオブジェクトは木材を腐食させる粘液を分泌しながら繁殖し誕生した妖精に船の残骸やその場に残った物体を食べさせます